羽川の戦いはお市の奮戦で劣勢を覆し浅井軍の勝利に終わった。だが長政は義と愛の葛藤の中にいた。姉川にて信長敗北す。この知らせに織田と敵対する旧勢力が一斉蜂起。信長は包囲を受け危機に陥る。信長にとどめを刺すべく朝倉家当主吉影も大軍を率い再出馬。長政そしてお市にも共に宇佐山にて信長を討てと命じてきた。私はあの人と一緒にいたい。ただあの人は優しすぎる。第4話宇佐山包囲戦。あの藤の花を胸に。が来る前に山頂をダッシュするのだ。本願寺よりの援軍最下孫一ただいま参上。本願寺は信長包囲網に絡め孫一を死なせるでないぞ。今回はあなたの味方だ。参る。やっ
中兵衛光秀、参ります。それがしも救われている。それがしも救われている。その技の際、次こそは鈍らせてみせましょう。さすがですね、撤退です。このような日が来ようとな。救援、かたつけない。引き込んだぞ。沈黙の習い、許さない。戦いで応えましょう。お強いことよ、わしではかなわぬ。見事にござる。勝家、全力で戦い負け申した。進め、真偽守らんやため。お前で一気を持ち出しても無駄よ。さあ、信長の最後、浅井と共に見届けよう。これで最後とどめを刺してやる。この勢いでいきます。わしの動き見切れるか。殺し合いはつかず、また会おうや。いざ戦わん。助かったぜ。ガチと戦いたくなかったんだな。ちょっと勘弁すんだか。じゃあ引くわ。敵将を撃ち取りました。あばの戦敵将を撃ち取りました。ランベリの指揮を取るのか。
未知の働きで、それがしが救われている。父吉成の敵。ご覚悟。それに千の木。気功など。敵将、討ち取りました。お見事でございます。役目も果たせないとは。無念です、父上。あの方のため。